皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー頑張ってやっていきたいと思います。今回最初に遊ぶコースはいいねランキング国内難しいから、こちらハラハラドキドキスクロール、キュートスクロール鳥平気さんという方のコース遊んでみたいと思います。クリア率 3.4% でベストタイム52秒。強制スクロールですかね、お名前のタイトルからしてね。どんなコースになっているんでしょうか。強制スクロールは強制スクロールだけど遅いね。あ、OK、わかりました。このコースも面白そうっていうのがスタートの時点で伝わってきた。こうしてパパウに乗ってからも伝ったか、間に合わなかった。でもこのコースは面白い、それは間違いない。多分ね、ドラウマ界の人が作ったらこれ最初のアミーボが綾崎優ちゃんになっちゃうんだろうな。もう最近はね、優ちゃんに恨みしかございませんよ。私あんな難しいコースはみんな作ってくるんだもん。よいしょ。あ、間に合わなかったやないけい。その後は甲羅を蹴っ飛ばしてまた走り回るっていう感じかな。はしゃぎまくりよ。スターを早めに行かないとさっきみたいにやられちゃうんで、今回は早めに来たよん。ほいバネで弾かれてからの、ここはファウを1個でいいのかな。なんだこれ、バネを使うべきだったのか、それとも浮き輪でジャンプしていくべきだったのか。ファウを叩いたら、ほい、ここのバネは届かなかったけど、まあいいや。はい、はい、ちくわー。あべ、ファウを2個叩いて、あ、靴。危ない、間に合った。いいんじゃない？靴を使わせたら、トラウマ界はうまいですよ。気のせいかもしれないですけどね。何、今の早すぎてダメージ食らっちゃった。それはないよ。でもここでちゃんと補充できるのは優しさかな。ほい、さっきテレサが出てきたの覚えてる。やっと戻ってこられたんだけど、ここで靴を脱ぎ捨てるとそういうことですね。キングのコースに似ている。タタ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 。跳ね返っても来なかった。大丈夫、よかった、クリア。いやー、よしこさんだこのコース、とっても素晴らしい。さすがにいいねランキングトップのあたりに入ってくるコースだけはありましたね。満足した。ハラハラドキドキスクロール、ありがとうございました。面白かったです。お待たせいたしました。次はこちらのコース遊んでみたいと思います。田園を荒らす者50秒スピードラン、チャモさんのコース。ベストタイム58秒、クリア率 40%、まあ、難易度は割と簡単そうな感じがします。チャモさんのコース、優しいコースと難しいコースの差がものすごいんですよね。ただやっぱりこういう面白いコースを作れる方なので、どんどん頑張って面白いコースを作っていってほしいなと思いますが、キノコ取ってもよかったのかな。庭園を荒らす者、その名もマリオ。これキノコ取っちゃいけなかった？もしかして。そうなら外行ってきれい。ここまで、あ、でもキノコ必須っぽい。1、2の3ぐらいや、引っかかっちゃってるけど、ポンポンポン、これでいいのかな。おどうなった。なんかよくわからない面白い動きをしましたね今マリオくんが。ここをピースイッチの間に走り抜けないとコンベアが動き出して大変なことになってしまう。やばい、あー、キノコのまま戻ってこれた、よかった、安心安心。まさか、ロスの間をくぐり抜けて華麗にゴール。いやー、チャマさん、こちらのコース、ヨシコさんでした、ありがとうございます。
チャマさんの庭園を荒らすもの50秒スピードランベストタイムいただきました。ありがとうございました。では次のコースを遊んでいくる。はい、お待たせしました。今日のラストこちらのコースで遊んで終わりにしましょう。朝川哲人さん、朝川さん、罠スタンダード平原、こちらのコースやっていきます。ベストタイムが1分15秒でクリア率 33.33%。 もう私がクリアしてクリア率上げてやりましょうかね。どういうことだ、孔明さんが多いってことかな、それとも中に入ってるのが敵ばっかり。大きいのかった。なるほどね、ハテナブロックじゃないところには孔明さんじゃなくてアイテムも結構入っていたりする。あ、今の罠じゃない、出てくるの早くない、やるね、そういう罠もありなのね。ここを叩くと何かありそうな気がする。キノコか、ありがたいありがたい。タイミングを見て降りていきましょい。うわー、罠だ。この罠難易度高くないですか。これで今のところクリア率的にはちょっと下げているので、このまま頑張っていかないとみんなに笑われてしまう。なるほど、大きなパックとちっちゃなパックが両方出てきてたんだね。あそこ叩くと変わってたりしないかな。ほいほい、おい、届いた。オッケー。で、安心と信頼のパタパタさん、ここ降りるの怖いな。これはもうダメージ覚悟でいくしかなさそうな気はする。やっぱりゴリ押しって正義ですよね、間違いない。ここはダメージ食らっちゃって大丈夫だったかな。ここもカメさんがいっぱい降ってくるし、早くコイン変わってくんないかな。ここです。上に入れたりはしない、そういう罠はない。ここですからの、なんだこれは、なんだこれは、マジでこのコースクリア率何パーセントでした。難しくない？なんで 33% でこんなところ突破できるんだみんな。それとも私何かやり方は間違えてますかね。ここをノーダメージでいけと。でもノーダメージでいったとしても、あ、いけるか普通に。ほい、こんなところでダメージ食らってるとさっきと同じになっちゃうような気もするんだけど、このカメさんを投げるとちょっとショートカットできるけども、ダメージ食らっちゃった。やっぱりズルは良くないね。ほい、パタクリ棒より先に降ってきました、降ってきました、落ちていきましたよ。こいつ余計にくいな。でもそうするとまたチョロプーエリアで詰まっちゃうという悪循環。さてどうしたものでしょうか。あ、そっか、下にいるあの亀を投げ飛ばして倒してやればよかったんだ。あ、わかった、ここね、この辺で待ってればいい。そうすればチョロプー増えないでしょ、あっち。いい考えじゃない？ほら、来たー。ほい。カッパを取って、からの、ほほほほ。私はあえて、ピースイーツを押して、クリアしてやるぜ。はい、朝川さんも罠だらけのコースでクリアしました。罠っていうと、孔明さんばっくりのコース思い浮かべちゃったけど、こういうコースもやっぱりいいですね。朝川さんのコースでした。ありがとうございました。はい、今度こそ今日最後のコースにしたいと思います。天使の心で作ったワクワク爽快簡単スピードラン、藤仙すばるさん。いいねランキングの国内普通から選んでいるので、まあ簡単でしょうね。クリア率 9.6%、 クリア率あの 10% でも難しいに入ってることはあるんですけど、そのあたりの違いってどうなってるんでしょうかね。一体どうなってるのか分かる方、ぜひ教えてください。ここまでは確かに天使のコースで、天使のコース、天使の心で作られていますが、それでもやられていくスタイルだ。さすが私。もうスタートのバネ出しとかは多分しなくても大丈夫でしょうね。天使の心で作られているんで間違いない。1、2、これね、分かった分かった。あのね、慣れてる人が三段ジャンプとかしようとして変な動きをすると逆にやられてしまう。なるほど、難易度高いぞこのコース。中級者キラースピンジャンプで越えていこう。これが安全かな。次はこの音符でダッシュじゃなくてジャンプするの超苦手。ちょっ
も苦手。1、2、3、キノコ取ったらスライディング、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 よし、無事に抜けてこられた。何もなかったですよね、今ね。私の華麗な動きを皆さん見ていただけたんじゃないでしょうか。ボム兵さんを順番に爆発させてやったら下に落ちないようにしてからも走り抜けていきます。なるほど、スピランの気持ちよさをみんなにも味わってもらいたいという思いがよくわかるコースになってますね。これでメットに追いつけ追い越せ。どっちだ、こっちか。道がわからなかった。1、2の3番ジャンプではない。そしてまた右にダッシュ。メットをかぶったということは何かを壊していけじゃなくて、ドスーさんバイバイしてからのエンド。いやー、優しいスピランだった。うん、その割に何回かやられたけど。天使の心で作ったワクワク爽快簡単スピードラン、富士線スバルさんのコース遊ばせていただきました。ありがとうございました。このコースだったらスピラン苦手っていう人でも本当に楽しんで遊べると思いますので、ぜひ皆さん遊んでみてください。では今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いして、お願いします。噛んじゃった、大事なところで噛んじゃった。チャンネル登録よろしくお願いします。それと、コース募集してます。皆さんよければコース提供の方お願いしたいと思います。優しい心が感じられるコース大好きです。ではまたお会いしましょう。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。